バドミントン好き集まれ、コバミントンラジオ。はい、どうも小林です。4月5日コバミントンラジオ始めていきたいと思います。本日は新年度一発目のコバミントンラジオです。皆様いかがお過ごしでしょうか。新生活を迎えてウキウキしている方もいると思いますが、春といえば出会いと別れの季節。本日は新しい門出にぴったりのお話をしていこうと思います。で、今回のお話は月刊父という雑誌の平成17年12月号に載っていた内容と、あとはですね、出版で小さな人生論というね本があるので、その中で紹介されていたお話になります。今回お話しする内容は縁を生かすというお話です。こちらのお話はある少年と先生の物語になります。ではですね、早速お話ししていきたいと思います。先生が5年生の担任になった時、一人服装が不潔でだらしなく、どうしても好きになれない少年がいた。中間記録に先生は少年の悪いところばかりを記入するようになっていた。ある時、少年の1年生の記録が目に留まった。朗らかで友達が好きで、人にも親切、勉強もよくでき、将来が楽しみとある。間違いだ、他の子の記録に違いない。先生はそう思った。2年生になると、母親が病気で世話をしなければならず、時々遅刻すると書かれていた。3年生では母親の病気が悪くなり、疲れていて教室で居眠りする。後半の記録には母親が死亡、希望を失い悲しんでいるとあり、4年生になると父は生きる意欲を失い、アルコール依存症となり、子供に暴力を振るう。先生の胸に激しい痛みが走った。ダメと決めつけていた子が突然、悲しみを生き抜いている生身の人間として自分の前に立ち現れてきたのだ。放課後、先生は少年に声をかけた。先生は夕方まで教室で仕事をするから、あなたも勉強していかない？わからないところは教えてあげるから。少年は初めて笑顔を見せた。それから毎日、少年は教室の自分の机で予習復習を熱心に続けた。授業で少年が初めて手を挙げた時、先生に大きな喜びが沸き起こった。少年は自信を持ち始めていた。クリスマスの午後だった。少年が小さな包みを先生の胸に押し付けてきた。後で開けてみると、香水の瓶だった。亡くなったお母さんが使っていたものに違いない。先生はその一滴をつけ、夕暮れに少年の家を訪れた。雑然とした部屋で一人本を読んでいた少年は、気がつくと飛んできて先生の胸に顔をうずめて叫んだ。ああ、お母さんの匂い、今日は素敵なクリスマスだ。6年生では少年の担任ではなくなった。卒業の時、先生に少年から1枚のカードが届いた。先生は僕のお母さんのようです。そして今まで出会った中で一番素晴らしい先生でした。それから6年、またカードが届いた。明日は高校の卒業式です。僕は5年生で先生に担当してもらってとても幸せでした。
おかげで奨学金をもらって医学部に進学することができます。10年を経てまたカードが来た。そこには先生に出会えたことへの感謝と、父親に叩かれた体験があるから患者の痛みがわかる医者になれると記され、こう締めくくられていた。僕はよく5年生の時の先生を思い出します。あのままダメになってしまう僕を救ってくださった先生を神様のように感じます。医者になった僕にとって最高の先生は5年生の時に担任してくださった先生です。そして1年、届いたカードは結婚式の招待状だった。母の席に座ってくださいと1行書き添えられていた。いかがでしたでしょうか。今回お話しした縁を生かす、僕はですねこの話を聞いた時に、本当にですね人との縁を大切にしながらより良いね人生を送るとともに、誰もが認められ誰かにつながっている、もうねそのことを忘れずにね生きていきたいなと僕は思いました。はい、ということで今回縁を生かすというお話いかがだったでしょうか。ぜひね皆さんこちらの聞いていただいた内容、ね、コメント欄で感想など教えていただけたら嬉しいです。ということで本日はコバミントンラジオ、最後までご視聴いただきありがとうございました。